はい、皆さんこんにちは。 YouTube 書道教室の中本白秋です。今回は症状の記号の方法を皆さんにご紹介していきましょう。ではどうぞご覧になってみてください。私の場合はですね、自作で症状記号のための作業台を、このような作業台を作りました。下の方は板で、上に東急ハンズから買ってきたアクリル板をこう取り付けて、使わなくなったスタンドの蛍光管を中に入れております。このように板ですね、板の上にアクリル、ゆったりしたサイズがありますので、ここにですね、このように症状を乗っけて、そして、電源ですね、この電源を差し込んで、下から実は光を当てるんですね。はい、スイッチ入れました。このようにして下から光を当てて、下に原稿を置いて、そして上からなぞって書く感覚です。ではこの後そういった方法で作業してみますので、どうぞご覧になってみてください。私の場合ですね、イラストレーターを使いまして、お客様からご依頼を受けた感謝状を、まずパソコン上でこのようにレイアウトをちゃんと作ります。もちろんこの字は私の作成したフォントと筆光君というソフトで自動的に文字を押すと縦の罫線が入るように開発しております。そしてこれを症状の下に当ててバックライトの上に載せるわけです。そしてこのように下に当てまして、右は下敷きを当ててます。こうして原稿をなぞっていくわけですね。多少自分流に書いてもいいと思うんですね。原稿通りこう書いていけば美しい症状ができる魂胆なんですね。8万3、こうにしてなぞって書いてるんですね。令和3年8月14日、これはごく最近ご依頼された感謝状なんですね。でこのようにただ淡々となぞっていけば美しい感謝状が書けるっていう魂胆です。下にですね、原稿を当ててますので、筆の使い方が分かる方であればどなたでもちゃんと書ける、そういう魂胆です。私はこのようにしてですね、ご依頼を受けた症状感謝状を作成します。書くのはもう15分もかからないですね。こんな感じでチャッチャッチャッとリズムを持って文字を書いていきます。このように下にうっすらと原稿が見えてますので、これを意識して多少自分のリズムでですね、この下の文字を修正しながら私は書いていきますけど、こんな感じで書きますと天地のですね、事前に原稿をチェックし作成しておりますので、脱字などの心配もなく安心して記号できるわけですね。私はこんな感じでちゃっちゃっとこう書いていきます。どんどん書き進めているところをご覧いただいております。はい、これで感謝状が出来上がりました。最後まで皆さんご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたらいいね、チャンネル登録、そしてコメントなどをいただきますと大変光栄です。では次の動画でまたお会いしましょう。中本白秋でした。